この動画は、エリッチがぼっちで、エンダードラゴンを倒しに行く動画です。賑やかな動画にはならないのでご注意を。前回のあらすじ。前から、第二の渓谷に潜ってループ主。そしてついに、ダイヤモンドを見つける。数を数えようとしたところ、マグマダイブをしてしまう。全ロストをしたため、素材を集めて再び渓谷に向かうループ主。また悲劇が起こるとも知らずに。補充していくか。水汲んでくるの忘れてたし。止めてあるし、あ、こっちにあるか。ちょっとこの水を救おうか。バケツ、バケツ、ちょっとなんで火葬が起こらへんの。水源どこ？無理じゃん。レッドストーン取って。
応取っとこう。お、ダイヤモンド。まさかこんなとこに。お、何個ある。行きましょう。にーダイヤモンド。あれ、繋がっとる？繋がっとる。さっきの場所と。本当に怖い、これは。よいしょ。お、まだある。あ、ちょっとほんまにスクロールのあれが、移動がちょっとほんま、流される。1,2,3,4,5、今でここ。だからちょっとこのスクロール、本当、意外にちゃんと中心でまとまってくるよ。いないわって、たくみなんでいきなり。ダッシュでもならなきゃ。
あー間に合った。タイムズどこ？あ、だだだ。あれ、タイムズ取れて、タイマッツ。やるわ。たくみのバカついてるな。バナス行くか。さっきのメンヘン所にもう一回ダイヤが出てきてくれたらな。よいしょ。ダイヤモンドありがたい。
で今回は何個かな。だけど何かな。クーマ、聞こえる。空洞ついた。ちょっと待って、タイマーで作る。以上か。なんもない。
物はなかった。あるか。え、まだ聞こえる。とにかく一旦帰ろう。 SP けどなくなったし。はい、ということで、洞窟から帰ってきまして、ダイヤモンドが計9個手に入りました。やったね。あかあかあか。また金とか残ってた鉱石はまた録画外で取ってこようと思います。あー、ほんま大波乱やった。次回何しようかな。牧場作ろう。
犬たちのために牧場を作るのと、あと地図を見に行きたいな。近い。よし、次回は牧場作るぞ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はまだの方、もしこの動画を聞いていただきましたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画の再生リストはこちらのボタンからお願いします。パソコン以外の方は説明欄にリンクがありますので、そちらの方からよろしくお願いします。実写チャンネルの開業もいたしました。もしよかったらそちらの方のチャンネル登録もよろしくお願いします。パソコンで見ている方はこちらのボタンからチャンネル登録の方をお願いします。パソコン以外の方は下の説明欄にリンクが貼ってありますので、そちらの方からチャンネル登録の方よろしくお願いします。また皆様のご視聴をお待ちしています。